バンドックの焚き火台ですね、うん、そうこういうやつ。なるほど、うん、うわ風が、風めっちゃ強いっす ね。これが面白いのはこれが全部の部品、ちっちゃい、ちっちゃい、でも広げると結構大きいよこれ。あ、全部くっついてるんですか。そう。あ、珍しい形ですねこれ。そう、こうじゃない、逆か、こうか、こうの、こうの、こうの裏側がこうなってれば。おお、なるほど、うん、でこれが足。これつけるときにここがこうまっすぐならんと。ああ、なるほど。ごとくが置かれない。こういうね。十字になってないとってことですね。で、ごとくも。こんな感じ。あ、半分がごとくなんだ。そう。ディスクタイプだから多分よう燃えるよね、これ。一応あれですもんね、下がくぼみになってるから。そう、うん、ここにみんな灰が落ちていくからね。そうですよね。で、そこに空気があってみたいな感じですか。これはもうだいぶ前から出てるんじゃないかな、ね、もう1年以上は経つんじゃないかな。薄いよね結構。重っすね。だから結構持つみたい。ステンレスですか。ステンレス結構大きいやろこれ。そうですね、思ったよりでかかった、ね、もっとちっちゃいんかなと思ってましたよ、うん、これ大きいよこれね。5000円以下。なるほど、4900何万円だから。あとあれですね、これでまあ実際火をやってみて、うん、ホールマンならファイヤーディスク買おうと思ったんだけど、はいはい、今欠品ちないね。あ、ソロはあるんよ。そうなんですか。ソロって30センチしかないから。ああ、なるほど、なるほど。薪を半分に切ってくべたりせんと原型。これなら薪いけそうじゃないですか、そのまんま。これが30何センチあるまあこう入れりゃ大きい薪でも入る、ね。ああ、いけそうっすね。ああ、料理せんにはこれのけちょけや全然。うん。これをね、のけるとなんかやっぱり弱いらしい。ああ、まあそれはあるでしょうね、絶対構造的に、うん、薪をくべるの邪魔っぽいけど、うん、入れるとなんか弱い。やっぱ上と下で支えてる方が強いですもんね、うん、まあね、うん、でなんか動画見たらこうやってるってことだね。あの、これ真ん中邪魔だからくべるのに。ああ、なるほどね、うん、でもそしたらあれですもんね、ごとく乗せらんないですよねそう焚き火だけ楽しみしたい人は。ああ、そっかそっか。それで、まあ、別にこれでもそうガンガン山盛りに巻き入れるわけじゃないから。あ、まあ俺もなんだかんだ言って自分自身があの焚き火料理あんまりするかっつったらあんまりしないですね。まず鍋真っ黒だろ。あ、そうだ、すすがもう後が大変だから火加減が難しいよね、ま、そうですね、うん、それはある。肉とかをねそのまま直接焼くってんだったらいいけど、うん、そうでもその五徳だったらそのまま焼けるでしょう。あ、肉いけるかもしれないね、これね、これね、うん、なんかいけそうな気がしますね。これね、いけるかもしれない。いけそうだね、この網だったらね。そうですね。で、これあんまり重たいもんをこう乗せると、あ、そっかそっか倒れる。そういうあれがあるのか、うん、それこそね、アルミホイルに包んでホイル焼きやるとか。ああ、そのぐらいがあったらいいかもしれない。うん、そういうんだったらこれも汚れないですし、ね、火がちょうど A ぐらいの高さかもしれない。うん、っていうのはあるかもな、ね、うん、これがじゃあバンドックのそうロータスっていう。ロータス、サイズはこれ1個ですか。1個だけ。あ、なるほど、うん、ただちょっとこのん手袋さんとこう切るよね。あ、バリがぶりすごい出ちゃるけ。まあ暇だったらこうペーパーで落としちゃいいけどね。手で触ったら分かる、これすごい、これ。ああ、なるほど、うん、でもほんと軽いやろ、うん、あの
ここがちゃんと太いからなんでしょうね、うん、あのグラグラせんよね、あんまりしてないですね、うん、ほど。まあそれは多少はするけど、うん、この足でこのあれなら十分じゃないですか、うん、まあ、あと巻き乗せればね、ある程度安定するでしょうし、ね、このままだったら多分風吹いたら転ぶよ ね, ね、コロリンって傘みたいなこと逆になったら面白いですけどね、ピュンってさすがになんないと思うけど、構造上どうなんだろう。いや無理でしょう。あ、ならならならないですよね、うん、これまず下に敷くわけですね。そうそう、これで下に着火剤入れればつくじゃん。お、ついたついた、生きちゃった着火剤。いけますね、着火剤が生きてます。どうですかそのライター。ええよね、問題なく、問題なく、バッツリガッツリ。これですね、100均のキャンドゥで購入したライターでしたあんまりこの高さがあるもの入れられんね、これ。あーね、もうこれだけで高さいっぱいだもんね今。なるほど、こういく感じなんですかね。そうじゃね、こうよね、こう入れんと入らんね、長さ的に。それか同じ方向に全部入れるとか。ああ。木を育てるっていうか、ね、あ、いますね。全く気にしたことないけどね、ガキの頃からもうしょっちゅう焚き火しようとき。でもね、多分ね、火を育てるっていうのは、うん、おそらく着火剤使わないやつだと思う楽してつける。楽してつけちゃダメなやつ。あ、やっぱり、はい。でも俺はこれが一番楽でいいですけどね、うんうん、だって悪戦苦闘して火をつけてもまあ一緒っちゃ一緒なんだけどね。まあ特に僕の場合なんてのはあの焚き火コード暖を取るだから。ああ、そうなんよね、うん、それはあるね。でもこの感じからいくと普通に燃えそうっすね、やっぱ、うん、まあこう空気が入るからね、入ってますからね。まあ一番ええのはあのメッシュの時みたいよね。ああ、下から暖房でも、はい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 、空気が入る時、まあ、焚き火はいいよね。椅子持ってきて座ろうかもうまったりモードになってきます。まったりモードになってくる。ああ、もうそこから離れようになるよね。ああ、ぬくいねーみたいな俺皮膚規模なんか持ってないけんね、火を育てる気が全くない。いや、もう皮膚規模なしでも俺燃やせれる系。ああ、まあ確かに俺も皮膚規模を使ってやったことないなないだろあれでもどうなんでしょう、どっちかっつったらあれですね、消える前ぐらいですよね。消える前っていうか、いや、その使うのがよくわからんじゃん俺。ああ、いや、なんかね、こう、なんていうの、置き火になった時に、うん、ふーって吹いたら確かにまあ復活はするんですよ。まあまあ、復活はするね、うん、ただでもそれ、この位置変えたら燃えるんよね。まあ結局空気入りますからねダメダメ、そういう夢壊しちゃ。いや、夢壊すよ俺クラッシャーじゃけね、クラッシャーやめて、クラッシャーこんな感じか。おお、いい具合。久しぶりに焚き火見ましたよね、俺もだ。最近、まあ、おじきゃんがまず焚き火せんからね。しないですね。ただ来月は焚き火しまくりますから、うん、芝だけちょっと養生を用意せんとあれかも。ああ、そうっすね。ここまで燃えちゃうと、うん、全然普通に燃えますね。あったかいね。形的にはどうなんでしょうね。これあの初めてその焚き火台買うっていう人が、うん、買うとして、うん、まあ、扱いやすいものなのかどうなのかっていうところだと、まあ、コンパクトよね。うん、あの持ち歩きがね、最初すげえちっちゃかったっすもんね。そうそうそう、それが全然きていよね。うん、まあ、あの構造もこういう構造だけよう思えるしね。はいはいはい、多分これって灰が下に落ちないじゃないですか、うん、だから一番最後の掃除とかもやりやすいかもしれないですよね。まあ、楽かもしれんね。
こうなんか流すだけで OK みたいな。そうそうそう、うん、バンドック自体が高いメーカーでもないですよね。バンドックはそんなに高くないよね、物がね、うん、リーズナブルってはリーズナブルだね。何でしたっけ、ソロベースとかでしたっけ、うん、そう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 。あとね、来月までにあのケトル買おうと思ってますよ。おう、ついに夜間を買おうかなと思って。今まで持ってない？持ってないです。もあのやるとしたら、うん、あの家から持ってってたんで。ああそういうこと？なんかこう一人用じゃないけど1リットルぐらいの。ああ。ラーメンだけは必須。絶対必須。ラーメンは持ってこんかったら腹減ったっていうラーメンになるよね。具があるとすごい幸せな気持ちになれるんで。確かに。具も買ったと。卵1個でもね。卵1個でも違いますよね。ネギだけでも違う。そうそうそう。あの一品がね、ただ酢ラーメンはちょっとちょっと ね。あとあれっすよね、あのスーパーとかで、うん、チャーシュー買うけど、うん、くっそまずいチャーシューとかあるじゃないですか。あるね。いやーしまったって思うよ。そう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 、なんかパサついた感じっていうか、そう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 、これは入れない方が良かったみたいな。なんかあのラーメンのグレードを逆に下げるチャーシューってありますから、ね、そうそうそう、せっかくうまいラーメンなのにみたいな。そうなんですよ、だからうまいチャーシューに当たれればいいんですけど ね。なかなかないよね。うん、あったかくなったらあれじゃない、 SL の旅でもしてみようか。 SL 山口市から津和野まで。ああ、いいですね。ね、俺あれも行きたいんですよ、錦川清流線。ああ、あれも俺乗ってみたいよね。あれ結構ええらしいじゃん。ねえ、俺昔ね、小学生くらいの時乗ったことあって、それ以降乗ったことないんですよね。うん、それもなんか、ね、まあ降りてまあぶらり旅みたいな感じになるんですかね。うん、清流線はなんか乗ってみたいじゃない、すごい景色がええらしい系。うん、焚き火始めたらダメだよ、こう、こう、いじり回すけ。いや、わかりますわかります、でもその気持ちは。燃えるのをこう効率よく燃やそうとするけ、うん、まあ気になってしょうがないですよね、これ。そうそう、いや、他のことができんようになる。はい、まあ、あれじゃないですか、雑念を捨ててこうずっとその前に追って、うん、じゃあね、気がついたら時間が経ってるってのはやっぱ面白いところじゃないですか。まあね、うん、それが醍醐味だけどね、この焚き火がね。そうですね。